リラといつものやつやれよ。あ、はい。15歳女子やで。え、ちょっと待って、本物？ちょっとこの子と対談でいい？あ、でも1人目だからだよ。ダメ。10代の人いんのかな？いたら聞きたいわ。まあ、例のごとくアナリティクスを見ますか。元10代です。あと飯かも。でもさ、なんか YouTube のさ、その、何、年齢もさ、性別もさ、自己申告制じゃないですか。嘘ついてるやつもいんのよ。10代のくせに100歳とか登録してるやつもいれば、50過ぎてるくせに10代で登録してるやつもいるわけ。わからない。インターネットなんてみんな嘘つきなんだから。え、15歳女子やで。え、ちょっと待って、本物？え、本物か？え、本物の15歳女子さん？エーペックスでよく聞かれる？本物ってチャットで。本物ですか？ドキドキしてきた。15歳女子が見てるのかもしれないと思った。中2やで。みんな申し訳ないんだけど、2007年、うわ、本物やわ。今年16の JK だ。じゃあ今 JK、 え、中学2年って言ってなかった？あれ、15歳女子で中学2年で、あ、別の人か。あ、それ別の人か。ごめんなさい。あ、違う人かな。高校1年生やで。あ、なるほど、中2が別の人。あなたは高校1年生。中2と高校、中2は何さん？ちょっと待って。あ、この中2は本物ね。中2本物、中2は俺、え、本物の中2だって。中2と女子高生がいる。え、一回さ、中2と女子高生さ、お見合いする？え、そんな良くない良くない良くない。2009年です。え、本物じゃない？え、でも中2の 15？ いや、嘘じゃん。え、中2の 15？ あ、中2の 10？ え、15ではない。あ、待って、15って誰？15は誰？15は女子高生。15は女子高生か。中2は2009年。あ、合ってんじゃない？合ってるやん。ちょっと待って、ぐちゃぐちゃになってる。え、何流行ってんの？ね、今学校で何流行ってんの？15は女子高生。ごめんなさい、ちょっと今テンパって。興奮しすぎてテンパってます。え、今流行ってること教えて、学校で。何流行ってるんですか？ちなみにトムシカの中で流行ってるのはワンピースなんですけど、やっぱ学校はワンピースの話題で、持ち切りだったりとかする？ベイブレードとか？ちょ、おっさん。今ベイブレードアニメやってないよ。学校は推しの子で持ち切り。あー。まあ、推しの子か。みんな歌ってるわけだ。女子、JK がさ、みんな昼休みにお弁当の時間にさ、食堂とかで大合唱起きるわけよ。みんなアイドルの時間だよーつってみんなで。持って K の笑顔で荒らすエリアって飯食いながら言うわけよ。まあ、推しの子はトムシカも見てっから、トムシカも JK みたいなもんね。はい、というわけで今日はね、世界の遊び大全の中にあるルドっていう、のんびり遊べるヨーロッパの定番スゴロクって書いてあるんですけど、まあルールによってはだいぶ地獄と化すことで有名な語弊がすごいね。こちらのルドをね、まあ、これを時間が許す限り地獄を味わおうという回です。はい、はい、ルドイギリス育ちのスゴロクだよ。はいはいはい、同じマスに重なったら、はいはいはい、振り出しまで戻せるぞ。いや、ナチュラルに辛いこと言ってる。そんなうるさい。邪魔をするのも大事な戦略だよ。最初に4つのコマ全部をゴールさせた人が勝ち。はい、余裕だな。おお、まあ、そうだよね。待ってジェリコさん。あ、僕だ。ね、出しますよ。あ、いや、出すか、出そう。なんで出して。なんで出す？花丸の6番。え、どっちがいい？どっちがいいと思う？離れませんね。え、どっちがいい？どっちがいい？あ、いや、もういいよ。待ち合わせにしてる。1以外。あ。え、いや、部長、ちょっと、下にもあるじゃん。そうですね。選択肢あるじゃん。選択肢、ありますよね。今、生かしたら、うん、後ろのジェリコさんは私を殺さないですか？
いや殺すけど正直だった、正直なこと言っちゃった。あ、はい、すぐ出てきた、すぐ出てきた、おかしいだろ、出所すぐ出てきた、出所、出所、早いって日頃の行いがいいからね、迫ってくれ、迫ってくれ早いって、立場が逆転早い、すごいよっしゃい、すげー、復讐早すぎる、強すぎる、いや始まったな。6パス出てこれないね、出てこれない、全然進まん、ね、パス出ねえな。6どうした、どうしたの、どうしたの、獣たち、どうしたのお、マルチ今出ればいけるぞ、出る、あ、やってようやく出た、出てきたー、やったー、怖かった、あ、でもマルチも出れるよ、マルチも、あちばっか、うまい、生まれてすぐ人を殺した女、本当だよ、殺した女、本当だよ、人の命を踏み台にして生まれてきた、恐ろしい、とんでもねえ2つなんです踏み台のマルチ、頑張れ、生贄の、ね、ところに誰かが捧げられないと出れないから、そう、そういう、なんで1人だけ十字架背負ってやってる悪魔なのかな、ロークねえ、あるだけゲームできないんだけど、悲しいね、かわいそうだね、血が早い、はい、これ消化と消化のリスクが、一芸が捧げられています、本当だー、やったー、おい、確定です、やめろ、いけにえが必要なんだ、いけにえがいないと無理なんだ、なんでそんな効果持ってんだよ、お前、いけにえがいないと無理なんだ、クソ、悪魔じゃん、あの人、生まれたい、生まれたい、生まれられない、生まれたい、あ、産卵期始まってる人間だから産卵しないから、お、あ、あ、いや大丈夫だべ、うん、そうだよね、大丈夫だべ、うん、あ、こっち、あ、でもこっちか、あ、こっちのニエポからね、はいはいはい、ニエポ、そこのニエポは生まれがちですよ、そうなんだよ、生まれがちなんだよな、絶対次産む、絶対次産む、生きてる、生きてる、やめろ、そんな感じ、なんかイメージと違う意外と生々しい、生々しい、私、私人間だからさクマ、ウサギ、モンスターだけど私人間だからみんな飲んでる、ちゃんと皮膚風だったねえ、花丸も6出したい、わかる、いいよね、いいよいいよ、許可はくれてる、そう、今ね、2人ずつみんなゴールしてるからね、そうだね、みんなじゃない、昨日の人、あ、出た、 あ、出た、産卵期だ、産卵期きた、花丸も産卵期したいしたいんだ、あんなにちょっと全然産めない、難色を示していたのに、ウサギも産卵するんだ、いや本当によ、スポポ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 、魚レベルじゃん、産みたいのにやめてよ、笑わせないでよ、チェルコさんの笑い声に笑っちゃうやばい、私だけ4人引きこもってる、 あ、出てきた、あ、できた、よし、出張、あ、もっと、あ、もう全然、あ、おっと、おっと、お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 、今年の目標はやっぱりミユネルさんから罵倒されるだから、あ、なるほどね、うん、大事だからね、恨めしい声がする、待って待って、壊れちゃった、壊れちゃった、ちょっともうちょっと、もうちょっと違うの待ってたんだ俺だったら多分ボロクソに言われてますちゃんと罵倒する相手を選んでる、え、花丸も言われるけどな、殺せとか花丸も喜ばないからな、別に、そうだよね、命の重みに言われちゃうもんねすぐ出てやからな、出てやから、いや、そう、3回振れるし、あ、でも1個いるのか、そう、1個いる、そう、1人目しか3回はダメらしいですね、そうだよね、今こういうことだよね、私は一生振れるんですけど、うん、そうですよね、うんうん、なんで一生振れるんですか、お、あ、でも1人目だからだよ、怖え、初めてのボイスじゃない、ちょっと待って、なんか今スパチャ投げなきゃって思っちゃった
新しいの出たよ。新しいボイス出たよ。本当にスパちゃんもらっちゃったよ。たみんなミューレルのメスになっちゃう。イケボだったもしかして。ね、待ってすごいんだけど。マジでスパちゃんもらっちゃって。いいから。犬さんがメスになっちゃった。犬はもともとメスだよ。メス犬になっちゃった。配信中にスパチャ投げてる人いるな。怖いな。配信中。待ってちょっとクレカないから今出せない。出さなくていいです。花丸も投げれるよ。出さなくていいです。マルチお前の番だよ。あ、投げようとするな。できた。あ、できた。投げなくていいの。待って。今じゃない。待ってじゃない。セルコさんの番です。今ちょっとセキュリティコード入れて。セルコさんの番です。操作中です今。セルコさんの番だよ。なんかちょっとしかも倍になってる。あ、なんか悔しいそれ。いいの。あ、ずれずれずれ。花丸千代ちゃんもね、収益化をするみたいだからね。あ、確かにマルチ収益化するね。それまでちょっとお財布の紐固めとかないと。大丈夫大丈夫。稼いでる稼いでる。稼いでる。行ってみてー。メンバーギフト送るな。いや、俺いつももらってるからさ、ちょっと還元しないとっていう。あの人メンバーギフトだけで7ヶ月ぐらいになってるから。そう、ずっといるずっといる。いいよね、なんかめっちゃ投げてくれる人いるもん、ね。そう。スナイパーがいるんだよね。あの人なんだかんだ4人出てるんだよな。出た。今出た。ずるい。今出た。ずるくない。ずるい。ずるくない。ずるいっすよ。ずるくない。ずるくない。まっとうに生きてきた人間のやつ。まっとうに生きてきた人間のやつ。オウム？丁寧に。セリオガさん、オウム飼ってます？飼ってる。花マルチっていう。花マルチっていうか。うるさいな、ちょっと。マジでうるさいな、ちょっと。うちは飼ってないのに。花マルチ、バーカ。はぁ？字が出してきた。字が出た。字が出してきたぞ。ニエポ来た。ニエスポットへようこそ。お越しくださいました。ニエスポットへようこそっていう構文がダメなのよ、ごめんって。おもろいからやめてくれよ。やったー、金打つ見れる。なんかありましたよね、なんか南国の飲酒村、なんか一時入りませんでした。何それ。ツイッターで明るい、うん、明るい飲酒村みたいな。あ、飲酒村死んでるけど大丈夫？ミュネさん。そうなんですよ。笑いながらちょっとあいつを殺しに行こうと思います。あれ知ってます？グヌヌ。一番バカにしてるのこいつっすよ、多分。あいつは結構バカにします。言ってないよ。愛だよ。愛だよ。愛だ。嘘じゃない。クソみたいな愛だな。クソ。ひどい。その愛私に伝わってない。そんな。やっぱ一人よがりなんだ。一人よがり。やめてな。一人で生きてるんだ。そういう印象するの。印象操作。印象っていうか事実だから。事実だからね。印象勝者。印象勝者。印象勝者してたのね。やめて。眩しいね。印象勝者。眩しい。眩しい。ごめん。言い過ぎやろって。印象勝者だよ今の。印象勝者。します。ええ、敵を取ったぞミエルさん。やばい、ビーストモードになっちゃうミエルさんが。牙生えますよ。あれ可愛いかも。見たい。ね、あなたの骨を砕くための牙が生えますよ。怖い。バリバリボリボリ。絶対それだったら可愛い。あ。だめ。狂犬だ。狂犬ミューデンだちょっと。狂犬。またサムネで変顔になっちゃうよあの人。え、大丈夫、今週なったから来週はならない。そうだ、来週はならない。よかった、ね、安心だね。安心して狂えるね。ダイレクトアタック。あ、そうだ、あれ週代わりなんだ、あれ。ちゃんと平等になってるんで。安心して気狂える。はい、安心して何しても、表には出ません。表には出ません。そのはず。まあ、ちゃんとそんなルールがあるかを聞いたわけじゃないけど、そのはず。そうね。まあ、でも順番には一応なってる。そう、なってそう。全然。ミューネさんの変顔サムネ好きなんだよな。
はい、じゃあ、ボムズとしては、明日からオーディションのあの、応募が開始されますので、はい。まあ、応募するつもりで準備万端の人は、明日の9時、9時から、楽しみだな。はい、Google フォームに送れるようになります。それももう、ファンアート書く素振りしとかなきゃ。本当に、ね。新人の。ニネさんが先輩になるっていうね。そうですよ。ね、びっくり、本当に。ミネルさんの後輩になりたいもん。本当なんか嫌だ。本当にですか。嫌だって嫌だって言った今。バレて嫌だって言った今。なんでバレてが嫌だって。今の動機嫌だ。なんで。なんか俺ミューネルさんの後輩になりたい。え、でもだから私を先輩にしたいは普通に嬉しい動機だけどな。まあならでもちょっと言い方かな。セコムみたいになってる。アラートが鳴ってたの。鳴ってたね。ビビ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 。やばいです、やばいです。この人の動機。で、花丸アラート多分その、プニーさんとか男性じゃなくても鳴ってただから前。どうしよう、ねるねに後輩ができて、ねるね後輩バック可愛がったらどうしよう。妹属性の私が可愛がられなくなっちゃう。本当に、嫌だそれ。本当に嫌なんだ。本当に嫌なんだ。大丈夫だよ。この人後輩に多分誘う文章送れないから。うるさいなしばらく、しばらく見知ってるよ。大丈夫。うるさいな人見知ってる、人見知ってる。おぉ、召喚したからな。おぉ、お邪魔しまーす。どうも。原くん、自己紹介して。あ。ニラと春菊です。絵描きです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと唐揚げマン入れて、もう一曲打って、座学しようか。なんて言った今。え唐揚げマン。リュウゴンくんは僕のことを、なぜか唐揚げマンというのを。なんでもうそれを話をすればもう、一晩では語りきれない。そうだね。3年はかかるね。ニラと春菊も全然関係ないじゃんって思っちゃった。うん。コードは。なんなら、ね、コードを確認させていただきますね。なんなら覚えてないまである。腫れるみたいだぞ。ララ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 。ええうそ腫れると思ってない。あにゃにゃにゃ。人は腫れると思った瞬間に最も隙ができるものだ。怖い。怖っ。しいよ。虎視眈々と狙ってるんだ。うん、そうだよ。牙を研いで研いで。牙に毒塗って。そうだよ。毒塗った牙をペロってやって。死ぬんよ。ペロッとやっておもろいって言って。毒塗った牙ペロは頭悪すぎるでしょ。どうしようって。あ、大変だ。ペロはあかん。やったらダメ。おい。どう？唐揚げマン面白いでしょ。めちゃめちゃおもろいわ。あれみたい。クラスの陽キャに。おい、こいつ面白いんだぜって紹介される陰キャの気分に。いや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 。過去がフラッシュバックして。全員陰キャなんで安心してください。あ、そうなんだ。よろしくお願いします。ねえ。何この切り替わりを。うん。みんな何揃えてんの？うちマンズなんだけど。うちマンズなの？これ何？やだ。うちはね、全部。だったらギャル化すんの？うちはね、全部。全部これのすべてこれ仲良くなってきたらいじるんだろうなやべえ人来ちゃったっていいでしょう。いやクソいいぜ。そうだからね、俺は唐揚げマンをねみんなに見せびらかしたくて仕方なかったんだよね。見せびらかされるようなものでは。うん？微笑んできた。微笑んできた？にや。怖っ。肺がにやってなった。いつものやつやってよ。それだ。ほら、そういうの、そういうのさ、あれなんだって、あのさ、陽キャ、クラスの陽キャがさ、おい、この間面白かった、あれやれよって。トラウマが掘り起こされてる。やれよ。あ、ニラといつものやつやれよ。あ、はい。それ好きなんだよな。やれよ。すいません。
ああ、じゃあ僕も便所行くわ。300秒あるからな、行って。おう、ちょっと。あ、いや300秒の余裕だ。じゃあ私もちょっと手洗いってきます。あ、じゃあ、唐揚げマンよろしくな。あ、はい、はい、はい。はあ、どうしよう。よろしくって頼まれたけど、本当にこういう時の回し方なんて分かってないぞ。皆さん、プリキュア見てます？あのね、今期のプリキュアね、めっちゃいいですよ。あの主人公がね、すごい好き。あの、ソラハレワタールちゃんって言うんですけど、それがね、めっちゃ明るい。あ、どうもどうも、お帰り、お帰り。だいぶ可愛くていい、ソラハレワタールちゃん。恥ずかしい、恥ずかしい。いや、でもね、今期のね、プリキュアがね、マジでいいんですよ。あ、プリキュアの話だったんですね。そう。へぇ、じゃあ、唐揚げマンもプリキュアなの？あ、え、そうだよ。あ、そうなんだ。へぇ。言ってなかった。あ、秘密、内緒ね。うん。いや、バレてんだよ。配信乗ってんだよ。クラスのみんなには内緒だよ。うん。めっちゃ興味ない返事からして興味なくてさ。ちょっと悲しくなるわ、逆に。返信ヒロインなのにってなっちゃうじゃん。もうちょっと興味も驚いてくれてもいいんじゃないかなってなっちゃうじゃんね。ギャルにでもなろうかな。よし。あ、女の子変えてきた。ちょっと気分転換は大事なので。え、ちなみに何人嫁がいるんですか？はいっす。いや、嫁っていうとね、正直ちょっと今持ってないんですよね。あ、全員セフレ？結構あるっすね。あの、割と最悪っすね。どうしよう、どうしようかな。そうだよ、割と最悪だよ。割と最悪。うん、どうしようかな。こういう人だよ。マッサー事務所 NG で。おい、事務所 NG です。プリキュア相手何言ってんだ。あ、そう、プリキュアっすよ。プリキュア相手に、すいません、ほんと。日朝相手に。汚い部屋に持ち込んですいません、ほんとに、日朝に。まったく、びっくりした。どう、だいぶ、馴染んだ、唐揚げマン。いや、めちゃめちゃおもろい。馴染めそうかな。うん、僕は好きだけど、多分唐揚げマンさんが僕のこと好きじゃない。いや、全然そんなことないですよ。全然そんなことないです。今の発言でもう信頼ないでしょ。いや、全然ない。なんか、すごい明るくて、ねえ、いいところを無理に探そうとすな。あの、優しそうで、あの、バンドマンだし、なんか優しそうだし、なんか話も面白いし、ギターがうまい。ドリブルもうまい。ハエが微笑んでない。微笑んでない。今はまだ。まだダメ。まだ温まってねえ。温まってねえ。でもこんなもんじゃねえ。まあでもこんなもんじゃねえ。青春アミーゴ？青春アミーゴ、し、俺たちはいつだって。二人で、手伝った。チートイツってこと？そうなの？そういうこと？あ、そういうことか。わかったぞ。わかった？答えは得た。答え得た。よかったよかった。地元じゃ負け知らずってこと？そう、まあ、そういうことっすね。し、俺たちは。なに びっくりした、びっくりした、びっくりした。急に？え？急に？怖い。急にアミーゴしないで。おう、これ青春アミーゴビートだよ。アミーゴするよ。まあじゃあ急にアミーゴしないでください。青春アミーゴビート。誰がし始めたんだっけ？マッサン。いやいやいや、知らん。なんか吸い取られてるな。おい、ちょっとずつ吸い取られて。何人から吸い取っとんねん、おい。ベゴベゴイベゴ。し、何してんだよ。俺たちは昔からこの街に憧れてってことよ。そう、今これチートしたね。きちゃちゃ。え、じゃあ二人チートしたってこと？きちゃきちゃ。え、マッサもそうよ。え、マッサもそうなの？そうだよ。あ、そうなんだ。マジで？俺は本当にチートイシサだけど、マッサも本当にチートイシサなの。あ、そうなの。そうなんだ。あるよ、ワンちゃん。うん。チートイ作ろうとしたら、青春アミーゴ歌わないといけないってことだもんな。あ、そう。ちょっとハードル上がっちゃうかもな。逆になんで歌わないんですか？そうだよ。心のハードルがちょっと上がっちゃうかもな。歌えないよ。そうだよ。切れそう。あー、じゃあ、ちょっと今回はチートイツは封印していくか。なんでだよ。今日習ったのにな。ちょっとね。ああ、せっかく教えたことを生かしてもらえないのってこんなに悲しいんだ。悲しいよね。今日習ったのにな。まあ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 。
そうかな。ありかじゃあ、ありか。一つもありか。歌わないと。一つにしようか。歌わないと。ありかって言いながら初トイツ落としてんだよ。恨めった。もう一曲ぐらい打ちますか。マジ？はい。やった。あ、変えてきた。あ、女変えてきた。何に女囲ってんだこいつ。今日から私やめて。かしこみかしこみ。許せねえな。まあ、味変ね。味変大事。やば。あんな取り替えること味変でいいんだ。あ、違う違う違う。そういうことじゃない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 。それは、違う、違う。あの、違う、そういうことじゃないんです。違うんです。あの、プレイ、あの、ね、設定するキャラクターを変えたら気分転換にいいよねっていう意味での発言でした。味変って言うんだ。そうそう、出してきたね。やべ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 。やべ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 。そしたら変えていくのがね、ちょっと気分転換にいいよねっていう話でしたね。あ、でもそれバンドマンと一緒なんですよね、やってること。ああ、違う。いや、ゲームかリアルかで全然違いますからね。こっち来ないでもらって。ほほほほ。お、喧嘩か。おおいおいおい、違うんで。いい違うんで、違うんで。で、もろて。全然違うんで。どうもどうも。違うんで。ちょっと分からせる必要があるかもしれねえな。ほどほどで。中辛ぐらいでお願いします。ダメだね。2辛ぐらいで。ダメだよ。ダメだよ。このおじさん。いや、だってこのおじさん、青春アミーゴ歌うしな、怖えもん。それは君もや。麻雀中に、麻雀中に急に青春アミーゴ歌うし、怖えもん。それは君もそうなのよ。青春アミーゴ歌っちゃダメなんですか、逆に。俺？うん。あんまダメと法律で決まってはいませんけども。あ、クイクイだ、クイクイ、クイクイだ。メガネクイクイですか？世間はそう許してはくれませんよ。くく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 く。出たー出たーこれ本家だから。メガネ、クイ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 。早いな、クイクイが。そう。これが俺ね。世間が許してくれるとは限りませんけどね。くく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 。これできねえんだよ。出たーこの本家のクイクイに追いつけねえんだよ。クソ早えよ。本家のクイクイ。早すぎ。普段からやってないと出ないからね、その速度は。まあまあインテリなとこ出ちゃったか。インテリはメガネクイクイしがちだからな。もう来るんじゃないかな。ね。うん。ああ今来れるって。おいでおいで。こんばんは。あこんばんは。来たね。こんばんは。遅刻遅刻。本当にな。はい。あれ唐揚げさんそんな通話の声小さかったでしたっけ。あれなんか小さいっすか。え変わってないけど。変わってないけど。あ本当に。あ全然いいよ小さいままでも。声張っていけばみんな2階席あみんなライブ始まってるライブビューイングの人たちも見えてるよ早く来てくれるかなあアイドルいる、はいはい、送ったちょっとおーよしよしよしが長引いちゃってよし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 自分のことをアイドルだと思っている一般中年男性早くしてください、はいしんどいしんどいレッスンが長引いちゃってほら行きますよまったくプリキュアになったりアイドルになったり忙しい男だな今日はアイドルですねえこんなねえなんだよ今日はメガネクイクイ出るかなお前クイクイチャンスが来ればねあいつものやってくれよいやちょっと嫌じゃないかなって嫌じゃないかなって思うんですけど嫌じゃないかなっていやすいませんすいません先輩すいませんすいませんなんだよ今日ちょっとすいません今日手持ちなくてなんだよジャンプしてみろよすいませんやばいやばいおいなんかちょっとクイクイ落としてんじゃねえかよよあ出てくんなって出てくんなってやめろ出てくんなやめろって生き物おい出てる出てる学校にも学校までついてくんだって言ったら、うん。今日はそういう設定なんだね。あ、わ急に。あ、いや、あそういうわけではあ、ないですけど。いやでも一週間に一回それ聞かないと体調悪くなっちまうからさ。やば。大丈夫？収録しておくろうか。ありがとう。じゃあ、メガネクイク。じゃあ、ディスコードの交換を握る。俺の、気狂ってるやろ。俺の、オープニングの音声、それにしとくね。やば。そこから見始めた人、何これってなる。
知らん男の声。そう。面白すぎて参っちまうぜみたいな。なんか来たら来るんだ。なんか今日いいことあった？かな、ブルプロのメンテ地獄が開けてた。へえ。ブルプロって何？うん、ブループロトコル。ご存知でない？あのね。ああいいですいいです。早く調達来たって。ああいいですいいです。あのブループロトコルをご存知でありませんか？いいですいいです。興味ない。興味があるようであれば。あのえ？あの別にいいいいかな。ああ出てる出てる出てるよー。早い早い早い。それを待ってたんでしょ。ああ。そうだ思ったよりもこういう文脈で使うんだ。なんか研究されてる。恥ずかしい。言いようのない恥ずかしさが襲ってくる。研究対象だ。